はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は信長の予防大使真田幸村プレイ続きをやっていきましょう。前回からですね、津軽隊との戦いに明け暮れているわけなんですけども、もう津軽家はですね、倒す以外に選択肢はないかなというところなので、今回は津軽家を倒してですね、しかるのちに南進を行っていきたいなというふうに思っていますので、まずは津軽戦ですね、全力を注いでいきましょう。残された津軽の城は本土で3つで、江戸で2つという形になってますね。で、ための部隊5600が迫ってますので、これを雪村隊で撃破しましょう。で、雪村隊はとりあえずはですね、敵を待ち受ける形で、陣をね、抑えてからための部隊を迎え撃ちましょう。では早速プレイをしていきましょうというところになりますね。あとはですね、やっておくことがあるかというと、特には今すぐはないと思うので、まずはための部隊を撃破して、本土から津軽家を駆逐していきましょう。まあ、1にも2にもまずは津軽家をね、撃破していくっていうことが大事になってきますからね。安藤家との同盟の契約があと1ヶ月か。そしたら得意の兵糧外交をしていきましょうね。安藤家との外交状況がどうなっているかというと、安藤家とは96あればすぐにでも同盟が結べるので全く問題ないですね。で、委任の状態も農業商業は委任していますので、このままにしておきましょう。では早速部隊をこのまま待ち受けさせて、ための部隊を撃破していきます。まあ、雪村隊1万7000なんで、まあ、ここはね、そうか、これアップデートしてからは指揮をしな、決戦に必ず持ち込まなくても必ずしも良くなりましたよね。ちょっと言えてないですけど、ここは合戦の指揮は取らずに撃破しちゃいましょう。で、この後ですね、この雪村隊を石川城に派遣していきます。己を信じて前へ進め。で、安藤家との同盟が切れたので、安藤家に対しては兵糧を要求していきましょう。で、兵糧が補充されれば、また津軽家との合戦が続けられますからね。ここはまあ北ちゃんでしょ、内気が若いっていうのがちょっとね、なんともすごく違和感がありますけど。なるほど。あとは石川、それに、まあ、内気にしましょう。これにて表情を終わります。この策はいかがでしょう。で、兵隊管理はすぐにでもやりたいな。できる、兵隊管理できるね。兵隊管理はすぐにやっちゃいましょう。兵隊管理で少しでもね、兵糧の消耗を抑えたいという思いがあるので、あとは武装統制不足か、これをやっておくと部隊の攻撃力が上がる、これもやっておこう。であとは馬産徴収、これもね、馬産地ありますからね。こんなところかな。で、早速ですね、交渉を持ちかけましょう。安藤家に対しては、安藤家に対しては兵糧を要求して、結果的に同盟を締結するっていうね、最近はもうこのパターンが多いですけど、アップデートしてからそのパターンがハマるかどうかっていうのはちょっとわからないな。どうなんだろう、ハマってくれればいいんですけどね。同じように、取り囲め。よし、12ヶ月の同盟、これは予定通り、こちらの目論み通りですね。報告いたします。ただあれかな、合戦を委任することができるようになった反面、ちょっとその兵の消耗は激しくなってるかもしれませんね。石川城を取った後、どうだろう、一旦兵を神妙の覚悟引かないとダメかな。もう一つ、もう一つ行きたいけどな。
かたじけない。どうだろう、この波岡御所、ここ為信が入ってますけど、ここまで撃破できるかな。いざ参る。ダメ元で己を信じて、ここまで兵を進めてみましょう。包囲するぞ。で、合戦に持ち込まずに包囲でね、敵を撃破できればそれが一番いいんで、その状態になんとかね持ち込みたいですよね。あとは真田との同盟、まあ兄貴信之との同盟があと1ヶ月か。ここもちょっとどうなってるか確認の必要があるな。早速親善を見てみましょう。安藤家とはマックスになっていて、どうだ、伊豆真田家に対しては新書の上限まで送っておく誰かを、まあ、幸いお金はあるっちゃあるんで、今はねこれでいきましょう。で、せっかくなんで母兵ももう移民しちゃいますか。この辺りの細々したところはもはや必要がないくらいの勢力にはなってますからね。波岡御所を落とせば、まあ、津軽家としては大ダメージになるはずなんで、使いの者が来たようです。津軽家からの交渉の申し出、兵糧戦を長として講和、これは拒否だね。せめてね、波岡御所を明け渡すとか、覚悟なき者に負けはせぬ、条件がないとさすがに許せないな。まあ、ここは一旦全員逃がしてあげましょう。かたじけない。まあ、為信とか戦闘力高いですからね、将来的には家臣団に組み込みたい。では陸奥福島城に、この雪村に続け。ここは兵はさらに少ないんで、より簡単に落とせるんじゃないかな。で、そろそろ落とした城にね武将も入れていきたいんですが、武将を入れていくための武将の数が足りていないっていうね、いつものパターンにそろそろなってきましたんで、ここは武将の数の補充とともに兵糧の確保を最優先で進めていきましょう。これにて表情を終わります。大輔の言うことなんて大したことないだろうってことで見もしませんでしたけど、領主選別か。まあどちらかというとね、攻撃力の上昇であったり兵糧の消耗を抑えるであったり、そういったところの施策が欲しいところなんですよね。となるとだ、攻撃力上げるなんかあるかな。包囲時の敵兵糧の減少中、ちょっと待ってね、包囲時敵兵糧減少が中になる、つまりより減少しやすくなるってことで、味方にはあまり関係ないんだよね。となると次入れていきたいのは、何を入れていきたいかというと母呂衆なんだよな。であれば商業と軍事を優先的に上げていって、論議と農業は逆に使ってもいいってことになりますよね。なので論議とか使っていきたいものの、特にないのか。論議はすぐに入れられるものは何もないか。ちょっと偏りすぎちゃってるのかもしれないですね。軍事は温存したいんで、今回はスルーしましょう。で、忘れないうちに交渉で兄貴から兵糧をせしめましょう。かしこまりました。まあ、兵糧がね命綱ですからね。石川城波岡御所、この辺りはさっさと入れちゃわないといけないな。で、同盟が結べる、しかも24ヶ月か。これ12ヶ月の同盟でちょこちょこ兵糧をせしめる方がいいっちゃいいんですけどね。報告いたします。蒲生家上杉との同盟も1ヶ月で、この辺りもしっかり兵糧をせしめていこう。兵糧せしめ外交になっちゃってますけど、問題はすぐに交渉ができる状態になっているかどうかっていう意味で、上杉は104あるよね。で、蒲生は
130ある、うん、大丈夫そうですね。じゃあこれはこのまま次のターンでしっかり兵糧をゲットしていきましょうというところと、あと配属ですね。配属、そろそろ武将がいないところが増えてきているんで武将を入れていきましょう。とはいえね、武将を入れられる人も少なくなってきてるからな。まあ、内気を入れておく。じゃあとりあえず承知いたしました。で、延べ地上にも人を入れなきゃいけないんで、誰を入れるかだな。ここはできるだけ内政の強い武将を入れておくでいいんですよね。この先ね、ここが合戦の地になるっていうことは想定は今は少なくともしていないんで、まあどうでもいいところといえばどうでもいいところになっちゃうんですよね。なので、まあ適当に入れておきましょう。まあ、2人ぐらいずつ適当に入れておいて、で、最前線にはやっぱり戦闘力の高い武将、合戦の指揮ができる武将を入れておきたいんで、それをね、この後津軽を滅ぼして、津軽から優秀な家臣団を最前線に送り出していきたい。よし、まず福島を落としたので、これはどうだ、蝦夷までこのまま入っていけるんじゃないかな、うまくすれば。ちょっとね、兵力的に厳しいかなっていうところがあるので、最悪最悪の最悪は自分で合戦の指揮を取りましょう。出陣する。で、上杉と蒲生からはしっかり兵糧をもらっていきましょうね。で、今夏なので3ヶ月後には兵糧が入ってくる。まあ陸奥福島で今一揆が起きたっていうことなので、まあこの辺りが少し兵糧の収入が減ってしまうかもしれないと思うんですが、今はね、津軽を滅ぼすことに専念しましょう。もちろんね、この後はしっかり陸奥福島のケアも必要だとは思うんですが、では忘れないうちにまずは兵糧をもらっておきましょう。まあ、確かにね、津軽家との合戦長引いてるんですけど、今ここで兵を引くよりかはもう決着をつけてしまって南に備えるっていう方がより重要かなとは思いますからね。まあ、この2つの上杉蒲生両家から2万余りの兵糧をゲットしていきましょう。で、雪村は徳山館へ兵を進めます。包囲するぞ。で、12ヶ月の同盟、12ヶ月ごとに兵糧がもらえる方がありがたいんですよね。24ヶ月ガーンと長い同盟を結ぶよりも。徳山館の合戦はないまま、どうやら先月の収支です。蹴りがつきそうですね。兵糧も4万ある、金もたんまりあるな。で、雪村自ら兵糧での提案が来ている。良き考えだな。何でもいいね。ただ今欲しいのはどちらかというと軍事なんですけど、軍事がどうだ。大輔か、大輔か、まあ、大輔にするか。大輔2回連続でね、提案してくれてますからね。そうなるとだ、どうする。水路整備を入れておく。まずは今欲しいのは、何が何でも欲しいのはやっぱり軍事系が欲しいんですよね。その軍事系がなかなか提案力が低いね。みんな須賀のパープロ2018がね、発表になりましたよね。モードがね、ちょっとまだどのいうモードが搭載されている、搭載っていうのかな、あるのかわからないんですけど、できればね、栄冠9が欲しいですよね。このチャンネルの中ではミカミックスが、ね、サクセスとかパワーフェスとかはやっていたんで、まあ、それをね、ちょっと僕も一緒にやろうかっていうとちょっとどうかなと思っていて、まあできればね、違うモード、まあ、前回前作でいうところの栄冠9みたいなものがあれば、僕もね、野球が大好きなんで
そのあたりのプレーをねやっていきたいなと思ってるんですけど、まだ詳細は発表になってないですか？発表になり次第ね確認して早急にプレーの方していきたいなと、購入予約かな、まずは購入予約をしていきたいなと思ってるんですけど、包囲するぞ。さあこれで津軽家滅ぼせましたね。北陸から蝦夷にかけて大勢力を築くことができている状態になるんで、あとはしっかり内政ですね。内政もう少ししっかりやっておけば自力がどんどんついてくるかなと思うので、特に兵糧金銭この辺りは重要になってきますよね。あとこの北陸特有のというわけじゃないんですけど、どうしても領地が縦長になってしまっているんで、そこをねしっかり軍勢を動かしやすいような形で考えていかないと兵糧ばっかり食っていっちゃうんですよね。まだまだ兵糧、しっかり十分にあるっていう状態ではないですからね。兵糧もう問答無用でいっぱいあるよっていう状態だったらあまり気にしなくてもいいとは思うんですが、ここで上杉と勝家か。ここはまあ上杉についておこう、謙信側についておきましょう。不釈神妙の覚悟見知ったか。よし、これで津軽を滅ぼしたね完全に。でまあもちろん全員登用しますが、いやーやっぱり一気に戦闘力上がるね。為信がねご覧の戦闘力ですからね。統率91、武勇80、まあ、最前線に配置できるかな、これだけあると。では一旦雪村隊含めて戻るぞ、騎乗させて、次の標的等々を決めていきましょうか。で今だと安藤家と戦うとか最上と戦う、あるいは蒲生と戦う、まあ、どこと戦うのがいいのかっていうところになるんですけど、一足飛びに行くよりかはどうなんだろうな。まあ、ガモンをガーンと食い散らかしてしまってどうのこうのっていうよりかは、まあ、ここはやっぱり太田と切っていく。太田を切れば、まあ、それこそ兄貴信行を叩ける上にガモン氏里に対しても反包囲状態で、戦略を進めることができるので、まあ、太田を次の標的にしていきましょうか。とりあえずはターンを進めていきましょう。まあ、ここでね氏康と信行どっちが勝つかというのもあるんですけど、これは氏康が勝ったか。兵力ではね、あのご覧の通り信行49,200、氏康47,000なんですけど、ここは氏康が勝ったんだな。忍城の戦い、これで忍城を失った後北条が一気にね勢力を伸ばす可能性もありますね。報告いたします。表情始めるとしましょう。さあもう本当にねここからは軍事系最優先で入れていきましょう。これにて表情を終わります。で武将特に北の方はねもう入れておく必要がないといえば入れておく必要がないんで、まあ、適当にという言い方をするとあれですけどね。で佐竹とはどうなってるかというと、特に今同盟関係はない。婚姻同盟中か。いや待ってくれ、そうだ佐竹とは婚姻同盟してるんだ。となると佐竹裏切れないな。蒲生氏里と12ヶ月の同盟を結んだばかりなので、12ヶ月間おとなしくしますか。じゃあ12ヶ月間おとなしくしつつ、しっかりと内政面を入れておきますか。この辺りはね正直言って誰でもいいといえば誰でもいい、戦闘になることを前提としていないんで、まあ、適当にというと語弊がありますけど一人ずつ入れておけばいいでしょう。どちらかというと前線に強力な武将を入れていきたいんで、この辺りはもう内政もねそこそこにっていうような。かしこまった。
武将の数をいっぱい入れておけば内戦はかどるっていうものでもないですからね、今作に関して言うと。これで一応全部入れたのかな。で、あとは特に注意しておかなきゃいけないのが、蒲生戦に備えて蒲生家と隣接しているところに関して強力な武将を入れておきたいっていうのがあるんですよね。で、そうなってくると、まずは歩兵に関しては委任せずに自ら歩兵をかけていきましょう。特に最前線に関してはガリガリに歩兵をねしっかり入れておく必要があるんで、まあ1年かけて歩兵をしていけばいいというところにはなってきます。で、幸いお金もありますからね。これは一気に兄貴信行が領地をごそっと失う可能性があるな。謙信 VS 勝家も勝家が勝つっていうね、ちょっと意外な結果が続いてますけど、そうなるとまずは先に歩兵をかけていきましょう。かしこまった。かしこまった。まあ、多少の犠牲はしょうがないとしてだ。は。今は対。かしこまった。蒲生戦に備えてしっかりと兵を集めていきましょう。もちろん小高もね兵をガシッと集めていかなきゃいけないところにはなるんで、もちろんその兵をしっかり集めたところに対しては武将をね、ガンガン入れていってあげないといけないというのもありますからね。氏郷と接するあるいは近いところに関してはある程度兵糧が減るのを、あるいは民の信望を失うのを覚悟の上で兵をガリガリ入れていきましょう。よし、こんなところかな。あとは配属ですね。配属強力な武将を入れていってあげたいんで、統率で為信を最前線に送り込みましょう。かしこまった。三春にも最前線、統率の高い武将でいうと、石川貴信を入れていこう。はで、二本松にも強力な戦闘力の高い武将、北ちゃんは送りたくないな。相馬送るか。まあ最低でも80前後は欲しいですよね。やっぱり戦闘力が高いっていう意味で言うと、統率が80以上あるような武将たちをどうしても配置していきたくはなるんで、統率重視で武将を配置していきます。はっ。ここはすでに南部が入ってるからいいよね。で、もうちょっと見ておくと、利府城とかは誰が入ってる？6のやつが入ってないな。そうなるとやっぱり統率でね。ただそうは言ってももうそろそろ、かしこまりました。そこがついてくるといえばそこがついてくるか。北ちゃんをちょっと農場に移しましょう。これでいいかな。で、あとは1年後の蒲生との同盟切れを待ちましょう。もう信行が3万8000の軍勢を集めたか。この3万8000の軍勢で撃破できればと思いましたけど、ここも宇治安が勝ったか。いや、信行危ないな、これ。領地はね、
雪村の領地かなり広いんですけど、北に関して言うとね、ちょっとその各城の密集度みたいなものがあんまりないっていうのがありますからね。まあ、安藤家とはもうこれ以上争ってもしょうがないので、安藤家に関しては兵糧外交をして南進を続けていくための施策を考えていきましょうか。まあでも本当にね、絶対決戦をしなきゃいけないっていうシステムがアップデートで解消されたのはかなり大きいですね。あれ結構面倒ですからね、正直言っちゃうと。表情始めるとしましょう。さあでは、ここはね、一貫して軍事系でいきたいんですが、後藤が光ってるんで後藤の意見を採用してあげよう。これにて表情を終わります。これで軍事が161まで来たね。170必要なんですよね、ホロ州結成には。なのでもう1ターン我慢しましょう。ホロ州はちょっと待ってね、確認すると商業が35必要で今59でしょ。でこれを入れても大丈夫だね、35残りますね。商業 OK だ。論議があまりに余ってるんで、できればね、論議を使っていきたいんですけどね。で3人集まってきてますが、中野総司に関しては内政向きの武将ですかね。かたじけない。お金はまだまだ余裕がありそうだな。そうなると公家に1万6000渡したとしても、だまだまだ前線でどうでしょう、報告いたします。足軽を雇う余裕はありそうですね。足軽を雇っておけばいざ合戦になった時に働いてくれるんで、お腹でね、足軽があんまりいないっていうのがちょっとなっていうのがありますけど、もう少しちょっと早いかもしれませんが、兵の増強を図っておきましょう。ルミンが全然いないな、ここは。二本松はいけるね。は。小高もルミンがいないな。ルミンはね、もっとバシバシ囲っていきたいんで、ルミンが増えるような政策もうちょっとねしていってあげたいなっていうところにはなりますけどね。飯野平、ここにはなんといってもタメノブが入るんで、タメノブに1万の兵を指揮させたらこれは楽しみですよ、本当に。なので次ガモとの同盟が切れたタイミングで一気にガモ攻めを行いましょう。ガモ攻めを行って次上杉に行くか兄貴を打つか、まあ、ちょっと微妙なところですけどね。はい、ではちょっとね、時間もいい時間になりましたので、今回津軽を滅ぼしましたけど、次回は、今ずっとお話ししてきたようにガモを攻略していきましょうか、というところで、次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。